アリマンメト・オグル・アバゾフは、アゼルバイジャンの計算機科学者、通信情報技術省大臣。研究者としての専門は、デジタル経済、ネットワーク、人工知能など。1969年から、アゼルバイジャン石油科学研究所で教育を受けていたが、1972年からは、モスクワ電力工学研究所に留学して、勉強を続け、1976年に卒業した。 1977年に、ウクライナ国立学士院に入学すると、マイクロエレクトロニクスをテーマにした論文で、準博士号を取得し1981年に修了した。また、1993年には、情報処理、制御を専門として博士号を取得した。1982年から1992年に、かけてはアゼルバイジャン国立科学アカデミーで、 コンピュータネットワークに関する研究に携わり、1992年から2000年にかけては、同アカデミーの情報通信技術研究所、サイエンティフィックセンターの所長を務めた。また、2002年から2004年には、アゼルバイジャン国立経済大学の学長を務めた。政治家としては、2000年から2004年までは、国会議員を務め、また2001年から2004年まで、 欧州評議会の議員だった。2004年に通信省が廃止されて、通信情報技術省が設立されると大臣に就任し、2014年には新設された、ミニストリーオブコミュニケーションズハイテクノロジーズの大臣に就任したものの、2015年11月12日に大統領命により解任された。アゼルバイジャンにおける、 情報通信技術への貢献が評価され、2012年12月27日のイルハム・アリエフの大統領命により、ショラットオーダーを授与されている。ありがとうございます。